こうなっては俺が。もう待ったはなしだ、柱間。まずい、このままでは。木遁、木分身の術。やるぞ、サスケ。あれってば、木陰のおっちゃんたちか。三人でやる気か。ああ、まずは先代様たちが分身体で様子を探る。今、俺たちに重要なことは相手をしっかり分析することだ。やるぞ、扉間、サルトビ。おお。劉備の陣中率か。果たして。刹那のまま気を抜くな。よいな、分かっております。気を抜かずともどうにもならん。それほどの力を手に入れたか。俺は。お前がこうなってしまったのは雷教に送り込んだわしのせいでもある。許せ、恋人よ。今さらなんだ。詫びなら不要だ。元から失敗していたのだ、この世界は。あんたはそれに気づかせてくれた。ただそれだけだ。失敗のない世界、その幸せをお前たちはなぜ否定する。それは幸せであるとは考えん。人は考え、悩み、失敗することで成長する。幸せとはその先にあるものじゃ。ではその失敗の中で二度と取り戻せないものがあるとしたら。人は後悔し、もう一度やり直しを望む。だがそれはできない。この感じ間違いない。奴は重備が入っている分、すり抜けはできないか。だが、何の問題もない。あれだけの攻撃を受けて、平然と。お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただ、え、まずい、過去に眠っていればいい。おっちゃんたちが。なんだ今のは。奴の背にある黒い玉、それを爆発的に拡大させたのだ。二代目のおっちゃん。安心しろ、やられたのは全員分身だ。え、あ、そっか、そうだった。しかしあの男、厄介な相手だぞ。俺は今忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。オビト、お前がなりたかったのはホカゲのはずだ。どうしてこんなことを。今さら説教か。遅すぎやしないか先生。あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。俺の死がホカゲでよかったよ。おかげでホカゲを諦められた。確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところあんたの歩んだ道は失敗そのものだった。おかげになれなかったお前がおかげをバカにすんじゃねえぞ。何よりおかげになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺知ってっから。木の葉の誰より、忍界中の誰より、オビトなんかより
父ちゃんが何一つ失敗してないこと一番よく知ってっから。だから行こうぜ父ちゃん。ああ行こう。現実を見ない。力を見てもらえた俺に勝てるはずもないだろう。誰がそんなこと決めた。俺たちは負けねえ。ソラソラソラ、ここは俺がどっちだよ。予想通りだ。距離を進めつつ黙らせるか。なぜだろう。まるでマシナとの戦いで戦っているように感じた。よくだよ。おるだよ。予想通りを取るか。目障りだ。準備完了だ。やっとやっと。愚かな お前がどんなにすげえ力を手に入れても俺たちは絶対に諦めねえ。いくら回復しようがダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせればどんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。邪魔をするな。まだだ。こうなってはやらねばならないことがある。何のことだ。もう少しお前をいただく。くっ、扉間を少し褒めてやりたい気分だな。どういうことだ。やつが江戸転生の術を作ったおかげでこうして再び本気のお前と戦うことができる。本来ならばもうかなわなかった戦いだ。現在の木陰に比べ走らない。やはりお前は俺を楽しませてくれる。知っているか、今の世は俺たちの時代に比べかなり非力になっているぞ。今と昔では求められているものが違う。力が全てではない。違うな。結局ものを言うのは力。相変わらずお前の考えは甘い。かつてお前は俺より一歩先に立っている存在だった。だが今は違う。お前が俺を追う番なのさ、柱は。俺たちはすでに死んだ存在だ。現在の世に干渉するのはやめろ。俺が死んだ存在。
誰がそんなことを決めた。俺はかねてよりこの時のために。さすがはまだな。この程度では終わる気がせぬ。やはりこうでないとな。お前との戦いは、しかもどちらも江戸天聖、半永久的に楽しむことができる。こうして俺と戦うことがお前の狙いではないことは分かっている。お前の真の狙いは何だ。そうだな、少し昔話をしてやろう。柱間、お前は真珠というものを知っているか。真珠。まだ人がチャクラというその概念すら持たず、絶え間なく争い続けていた遥か昔、真珠はそんな争いに関わることなく、ずっと人々から神柱として崇められていた。ある日、千年に一度なるという実が真珠に宿った。その身には決して手をつけてはならないという伝承があったが、争いに勝つためそれを口にした姫がいた。名は大筒木かぐや。それが最初にチャクラを持った人だった。そしてかぐやの赤子は生まれながらにしてチャクラをその身に宿していた。赤子の名は大筒木羽衣。チャクラの教えを説き、忍衆を始めた忍びの僧、陸道仙人と呼ばれた男だ。争いを止めるために禁断の身に手をつけた人が、その後どうなってしまったか説明がいるか。その身に人が手をつけた時より、人は呪われ、より憎しみ合うことを決定づけられたのだ。忍びそのものがその愚かさを象徴する存在だとは思わないか。それならばいっそ大幻術によってやり直した世界へ移り住んだ方がよくはないか。それがお前の言っていた先の夢だったのか。ああ、だがほんの少し違う。どういうことだ。すべてをここで話すのは野暮というものだ。ここで言えることは一つ、それをなすのはオビトでも他の何者でもない、この俺だ。なぜだ。なぜそうなってしまったのだ。お前は己の道だ。たとえ誰であろうと指図される義理はない。この際はっきり言っておいてやろう。お前と未来を語り合う夢の時間はすでに終わった。今はそう、このひとときを楽しもう。